はようございます。釣り子 TV です。これ届きました。ねえ、ルアーもりもりでしょ？これね、実はね、とあるね釣り大会の、商品なんです。ね。で、そのとある大会っていうのが、何回か動画でもね、オープニングで出てきたりしたんですけども、アングラーズっていうですね、こう釣りのアプリの、それのシーバスの大会。これが行われていて、でちょっとね、それにエントリーしてね、でっかい魚釣れないかなっていろいろね、頑張ってきたんですけども、もうね大会の方は終了して、でこんな感じでね、すごい数のね商品が、届いちゃいましたっていうのはね、まあこういう感じでアングラーズっていうねアプリがあって、で釣り子っていうね名前でね登録してるんでね、もしよかったらですね、こんな感じのページなんで、フォローとかできるみたいなんで、今フォロワーさんは43人いるのかな、まあ釣れたその魚の情報をですねリアルタイムでアップして、まあこんなとこでこんな魚が釣れてるよみたいなね、そういった情報が見れたりするね、そういうアプリなんですけども、それのですね、どうやんだっけな、ちょっと待ってください。ホームでこう、まあ大会なんていうのがあって、でね、こんな感じで、あ、陸王ダービーとかですね、豊釣りバスとかね、シュワジギビンゴとか、なんかいろいろ大会がこうね、これまでも開催されているんですけども、この東京ベイシーバスチャンピオンシップかな、2021っていうね、こんな大会があって、でこれにエントリーしたんですね。でね、なんとね、参加総数は2356人ってね、結構ね大勢の人がねこのアプリの大会参加していて、それでまあ13位になったよっていうことでね、こうね、まあいろいろ順位とかね、1位の人とかね、もうめっちゃ、3匹の合計なんですけども、247センチってね、こうシーバス3匹つって、それをこうアプリでねアップしてね、それでもってねこう順位を決めてこうぜっていうやつなんですけども、でね、まあ自分はトップ10には入れなかったんで、こう見ていくと、はい、13番目に、釣り子って書いてありますけど、これね俺なんですよね。こういう感じで、釣れた魚の情報をねその場でアップしてね、それでそのサイズの合計でですね、競い合っていこうっていうね、こういう大会なんですけども、自分もね結構ねこの時期ね頑張ってシーバス行って、サイレントキラーで釣った80センチとか、あとメガドックで釣った73.5、あとこれなんだろう、釣れた場所とかね時間とか全部記録で残しておけるんですよね。これ何で釣ったんだろう、カゲロウかな、カゲロウで釣ったやつかな、こういう感じでね、エントリーして、13位に入賞しましたよっていうことで、それのですね商品が届いてね、ちょっとびっくりしてるんですけど、13位ですよ、トップ10入りもできなかったのに、この山盛りのね、商品が届いちゃったっていうことで、1位の人はね、なんとね、ステラがもらえたりとかっていうすごい大会なんですけど、まあ、ちょっとどういう商品が届いたのかね、ちょっと一個ずつね、開封してね、見ていきたいと思います。
まずはね、こっちから開けてみますね。ルアー山盛り入ってますが、はい、まずねこれハイドアップのミノーですね。レッドヘッドカラーがかっこいいですけども、なんだろうこれ、HU ミノー 111S っていうことですね。ハイドアップでこういうねシーバス用のミノーあるんですね。こうなんかね特徴的な腹のこのえぐれたラインとかちょっと気になりますけども、まずね一番表に入っていたこんなのね入ってました。はい、そしてあこれ一世の海シリーズかな、あの一世の海釣りブランドですね。海太郎のネウオ玉、ネウオ玉なんだろうこれね、根魚とか狙うのかな、コチなんかにも良さそうですね。なんかすんごいね大きなヘッドの、ジグヘッドが入っていて、あまだ一世入ってますね。はい、おこれはカタクチワームです。これブラックバスなんかでも使えちゃうそうですね。根魚青物シーバスヒラメなんていう風に書いてありますけどね、こんな感じのワーム一世のやつね入ってましたよ。そしてあまあここら辺はドカドカとこうステッカー各種ですね。まあちょっとあのボックスをステッカーチューンしようなんて、これステッカーの量もなんか半端じゃないな。ちょっと見てますね、アイマとかなんだろう、あブンブンとかドレスとか釣り丸とかパワフルワークス海太郎釣り丸ステッカー大量、これね友達に分けてあげたり、あまあまあなんかいっぱいいっぱいステッカーが入ってます。はいね、ステッカー山盛りね、はいはいはい、おおここら辺からね、これすごいな、これ持ってないな、イエーイ、これすごいんじゃないですか。霞デザインのアユクロン180がもう2つも入っているねえ。これはねそのまままあシーバスでも使うと思うんですが、ブラックバスなんかにもね、効くんじゃないかな。これだけでだってアイクロンって1個いくらなんだろう、4000円ぐらい確かするんじゃないかな。アプリでポチッとエントリーして、まあちょっとねいいサイズも混じってくれたんですけど、これだけでもねもう13位の商品なんじゃないかなって。これすごいっすね、アユクローンが2個入っていて、まだ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 入ってますよ、ほぼほぼ福袋のように。これは何ですかね、 PDG って書いてありますね。細身のなんかトップウォータープラグですね。ちょっとマイクロベイトパターンとかね、ちょっと細身のイワシとかが餌の時に効きそうな、こんなトップウォータープラグに、ハードコアのバイブだ。へえ、デュエルってことですよね。ってことはデュエルのなんだろう、円筒が効きそうなこんな感じのね、バイブレーションね入っていて、はい、あこういうの嬉しいですね。合線のねラインが入ってましたよ。高次元でのバランスを追求、日本製フロロカーボンリーダーですね。これリーダーの、30ポンド、50メートル巻きのもの。案外ね自分ねあのスピニングでリーダー組むときは25ポンドもしくは30ポンドでね、組むことが多いので、これはちょっとね嬉しいな。多分この今の中で多分これ一番使うものじゃないかな。ありがとうございますって感じで、はい、じゃあはい、まだね今ので半分なんですよ、まだまだあるね。こっちはなんだろう、 OSP とかなのかな。あこれあの OSP のマスクですね。コロナ禍に、ね、OSP マスクって感じですかね。はい、そしてドライブシャットのこれ海カラーなんだな、赤金って書いてありますけど、へーあすごい腹側、ゴールドのラメで、これも春先のブラックバスなんかでそのまま使えそうだななんていうところ
のね。OSP 結構まだ入ってますよ。はいはいはい。あー嬉しいですね。ドライブ SS ギル 3.6、ね、ソルトウォーター対応ノンソルトモデルって書いてありますけど、こんなのあるんですね今ね。あとはあこれもね使えますね。ドライブビーバーの 3.5 インチのやっぱ海カラーってことなんですね。オレンジのこういうね派手派手なカラーのドライブビーバー 3.5 インチが入ってました。 OSP 結構入ってましたね。あこれはなかなか人気のルアーなんじゃないですか。ブルーブルーのブロービンの 140S ね。あ色もいい感じですが、こんな綺麗なカラー、こういうカラー売ってるんですね今ね。え沢原なんかをね箕面で狙う時にね抜群に効くなんてね SNS でよく見てましたけども、1個欲しいなーなんて思ってたんですけど、ブロービンの 140S ってのがね入ってましたよこれ、ね、と、はい、まだまだありますよ。はーい、あハイスタンダードね、これはロンジンのミノープラグ12センチ台の、ミノープラグですね。まあシンキングなんでちょっと海で使うかなって感じですけども、ロンジンのですね。で色がいいじゃないですかね、 UV メッキって。これねちょっとキラキラして、俺こういう系の、メリハリのあるカラーっていうか派手なカラー好きなんですけど、実際に使い出のありそうなロンジンの、ミノ。そして最後はこれなんだろう、これブルーブルーのエコバッグかな。あちょっとしたこうねおかっぱりじゃないですけど、まあボートにこういうルアーガサゴソってね入れて持ってくときなんかに使えそうなブルー、あすごい厚手でいい感じの生地ですね。これブルーブルーのねバッグが入っていてっていうことで、もうなんちょっと持ちきれないな。ちょっとすごいことになってますよ。はい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 。もうどうしようこれ。ちょっと待ってくださいね。ダダダン。はい。もうこんな感じ。ね。いやー嬉しいですね。こんなにね、ちょっとしたアプリの釣り大会でこうなんかいいな、ルールがなんか。いい感じだねと。ボートでもウェーディングでもおかっぱりでもね、もうみんなもうとにかくね、まあルールはね厳守した上で頑張ろうぜってね、どの釣りが一番でかいの釣れるんだよっていう感じでね、ボートだったらボートとかね、おかっぱりだったらおかっぱりとかね、あとはまあそういう感じでね釣りの大会って結構あったりしますけども、それを全部一緒くたにしてその中で一等賞を決めようっていうね、こういう大会だったんでね、まあ自分はねあのボート中心でしたけどね、結局おかっぱりの釣果一本もなしですけども、それでなんとかですね13位に入ることができて、上位の人はねもうねやっぱりおかっぱりのねウェーディングでねランカーパターン掴んでる人とか、 あとはねボートでちょっと先行でしたけどこの白パターンじゃないかな、そういうのにね乗っかれた人とかね、そういう人が上位にいましたけども、ね自分はまあこんな感じで、でこの大会期間中ですね、動画も撮っていたんですけども、何にしろこう大会中なんで、普段はね釣れた後にこう魚持ってね、こんな感じで釣れましたみたいにね YouTube っぽくやったりするんですけど、この期間はねもう結構ガチで、そのなんだろう、このアプリでねピシャーってこうね写真を撮るんですよね。でもうすぐ魚逃がしてあげないといけない、元気なうちにねっていうことで、こう魚を持ったりっていうそういうシーンはないんですけども、とにかくね集中してね釣りまくった、およそねだいたい2週間ぐらいにねかけてね気合を入れてねシーバス釣り行ってきたんですけども、その時の様子がねアマペンで釣ったりとか、あとメガドックで釣ったりとか、まあ、先行してね出てる動画なんかもありますけども、結構ねこの13位ゲットするためにもうね
最後の最後まで集中してね、気抜かないで釣りをしてきたので、それをギュッとねちょっと釣れたシーンにね抜粋してまとめてみたので、ぜひご覧ください。いや、ちっちゃいな。ちっちゃかった。あ、大丈夫大丈夫、マッチ。ああ。おまっぺん。乗った。バチ割り、これタモお願いしていい。あ、かけちゃった。でかいでかい。あ、大丈夫大丈夫、俺タモ大丈夫だった。大丈夫ですか？ OK。 ちっちゃい。やばい。おお、ちゃら、ちびThank you.
これ投稿しないといけないからさ、釣れたら。出た、ちっちゃいな。いやーちっちゃい。入れ食いだけど。ジール釣り部やべえよ。引くねえ。釣って釣って、みんなどんどん釣って、上ざらして。これでミノ入れたら食うもんなの、ちょっと試して。マッチーので誘ってもらって。俺のせこいのでかけるおお、乗ってるね、この城に。オッケーオッケー、サンキュー。おお、群れ乗ってるよ。一つ株価って稼ぐしかないのかな。お前カゲロウ155とさ、70のシーバスとさ、俺がつながっちゃってさ、開始付きでこの指にがっつり。おや、なんかね、あるっちゃある。若干後遺症に苦しんでる。重いものを持つと、重いものを持つとね。まあ いるはいるんですがね。その下に混じってたりするから、誘い出してください皆さん。なんやかんや数も結構ちゃんと上げてるような気もするね。頑張れ、エラーライ。くそ、潮止まりで食いしぶってんな。あー、一回潮さえ動けばなんかありそうなんだけど。でもでかいの出んのこういう瞬間だとは思うんだけどね。タルーンとしてガバーンっていうのは。おっとっとっと、おー、群れに乗ったね。あおちゃん、あ
おーちゃん。ああ、ハリソッチ。ダイナさんだ。ダイナさんが初めて来た。もういいって、もうええって元気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 。こんなちっちゃいのにパワーファイターだな。あ、いい、大丈夫大丈夫。うん、ちっちゃいんだよ、ほら、青物だから元気。いるいる、いっぱいいるよ。よっしゃ、おはようございます、釣り子 TV です。今日は寂しく一人でランカーを狙って東京湾に出ていますよ。あー、稲田だ。青物だな。おいで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 。おお。でっかいけど。本命じゃないな。さあ、上がっといて。危ない、さあ、俺。おお、モンスタードライブ。大活躍。こう。いやー、引く。変なとこかかっちゃった。おい、上がっといて。ゆったりさっぱりのんびりと。Yeah!
口は外れちゃった。あおちゃん、勝負あり。
イクロ2匹目。こっちの角っこだな。角。おお、出た。よっしゃ。おお。ふう。ほい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 。ほいほいやっほー。ほいほいやっほー、鈴木くん。ふう、元気きるし。ちょっとちゃんと計測準備して。あ、大丈夫です大丈夫です。ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃい。あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫よ。投げて、投げて。うん。な、投げて、投げて。穴はいるみたいですよ。もうサギが飛び込んで食べてるもんね。おっしゃ。来た来た来た、元気だね。どうなんだろう。流れの何これ、ライト後ろに置いたまま。だやばい、元気。脇がかりしちゃってんのかな。どうかな。はい、というわけでね、シーバス釣りの動画ですけども、傾向としてはね、
この白パターン始まりそうだな、いやまだ始まんないなっていうタイミングで、木更津エリア行ったりですね、船橋エリア行ったり、ワンオク部やったりね、とにかく思いつく限りね、いろいろ釣りを目いっぱい頑張ってみたんですけども、まあこんな感じでございましたというところで、ポイントとしてはね、1匹だけね、こうルドラでこれは明らかに上げたら80じゃないかっていうのをねかけてね、そこら辺を釣り上げてたら、まあ1位は無理にしてももうちょっとね上位に行けたんじゃないかなと思うんですが、あまさかのねそれをねバラしてしまってっていうね、だいたいまあ80アップ85センチぐらいを3匹ぐらい揃えてくればね、優勝の県内トップ3とかに絡むんじゃないかなっていう予想で、頑張ってみたんですけども、まあ魚はいっぱい釣れてくれたんですけどね、釣れども釣れどもまあ復古サイズといった感じで、自分はまあこういう感じでね、13位でフィニッシュというところでね、今回終わりました。またね来年なんかもねやりたいなーなんていうね風にね聞いてますので、もしねこのアングラーズのですね、シーバスチャンピオンシップね2022あったらね、またね友達と一緒にね、ゴリゴリに頑張ってみようかななんていうふうに思います。ちなみに友達だとですね、あのよくね、動画なんかでもね一緒にね釣りしているねスーさんがね、20位に入賞してたかな、20位までね、結構いろんなこういうもうモリモリのルアーがあったみたいなんです。スーさんも20位なんですけど、信じらんないぐらいのね、ルアーゲットしてましたね。まあ自分もねせっかく使ったことないルアーとか買ったことないルアーねいっぱい手に入れたんで、まあここら辺もね、タイミングで使いつつ、あと使わないやつはねなんかそのうちそのオフ会とかなんかそういう感じのねイベントとかやった時にね、プレゼントをしたいななんていうふうに思いますけども、まあこんな感じでゴリゴリに、たくさんもらっちゃいましたということで、はい、アングラーズね、あぜひですねアングラーズってねアプリ登録したらね釣り子って探すとね、釣り子出てきますね。ブラックバスの方もね投稿しようかななんていうふうに思ってますんで、ぜひねフォローの方よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちらね、アプリのねアングラーズの、釣り大会に参加したところ、もりもりに商品が手に入っちゃったよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。